大体普段されてるメイクは全てのメイクのテクニックを皆さん自分の好きな感じに重ねるばっかりなんですよ。だから引き算はできないし、引き算した時に物足らなくなるね、そういうことになりますよね。だけど本来は年齢がいけばいくほどやっぱり潔い引き算をするんですよ。そうすると潔い引き算、何かこう若い人と対抗しようっていうんじゃなくて、その人生の経験値を持ったものがやっぱり雰囲気っていうのがありますよね。その雰囲気を殺さないメイクをきちっとしないと僕はダメやと思ってますんで。